そうですね、この開幕してから2試合はこう外で見てて、まあ、個人としてもすごい悔しい思いをしたので、まあ、1日でも早くこうピッチに立って結果残して仙台サポーターの皆さんに早く認めてもらえるように頑張りたいと思います。そうですね、まあすごい難しいゲームの2試合だったんですけど、でもまだまだこうチームの良さっていうのはこう出し切れてないのかなっていうふうに思うんで、こう自分が入ったらもっともっとこう攻撃にいいアクセントを加えられるようにやりたいと思ってます。やっぱりこうラストのゴール前のところで結果につながる、ゴールにつながるプレーを見てほしいと思います。まあ、やっぱりこうこの2試合で勝ち点1っていうところでこう大会は違いますけど、やっぱ次の試合ルヴァンカップ勝って、チームにいい流れを与えてそのままリーグ戦に行きたいと思います。まあ、どの大会でもやっぱ初戦っていうのはすごい大事になってくると思うんで、やっぱ勝っていいスタート切れたらいいと思います。いや、まあ結果として勝ち点1しか取れてないので、まあやはりもっとあのポイント取りたいなというのが正直なところです。まあ守備に関しても、前の戦はね、まあ2失点しましたけれども、まあ少し押し込まれる時間も長かったですし、まあ、もう少し、より前で、ボールがあるいは攻撃に出ていくというところのパワーは見せなかったなというような反省があります。ではもう総力戦です。あのこの5連戦が始まる前に選手にはそういう話をしていて、まあ、少しこう怪我人が、ね、出てきている中でも、もう今元気にこうタフにやれる選手たちで、この5連戦をみんなで乗り切ろうと思えば、やはりもう全員に力が必要だと、まさに総力戦に、なってくるというような話はしているので、あの動画全員の力で、この5連戦をしっかりと、まあ、乗り越えて、ポイントを重ねていきたいなというふうに思っています。で、やはり、シーズンも始まって間もないですし、キャンプからこうずっと取り組んできているものを、今元気な選手たちがどれぐらいできるかの、できるのかっていうチャレンジはしたいと思っています。まあ、なんか3日なのでね、まあ、だいぶ回復もするでしょうけれども、まあ、できる限りフレッシュな選手たちで、ね、突戦に臨んでいきたいなというふうには今思っています。仙台の、まあ、チーム戦術のところで少しこう苦労している部分もまだあるとは思います。まあ、それでも、まあ、ちょっと一度そこのこう殻を破ってというか、それぞれ個人個人のストロングが何なのかというものをしっかり理解して、それを発揮してもらえるようなシチュエーションを、まずはチームとして作ること、あるいは各々がそれを心がけること、そういったものに、期待できればなと思っています。そうですね、まあ、特に今日のトレーニング最後までやってグループは少し、おとなしいというか、あまりこう声が聞こえない時間が、まあ、特に今日は長かったので、そういうものはやっぱり伝えていかなければいけないですし、まあ、個人個人でこうちょろちょろ とは喋ってはいると思うんですけれども、やっぱり戦う11人あるいは18人でそれと一人しないと、サッカーって難しくなってしまうので、そういうところは、今日僕の方から求めました。まあ、正直現状今トッサンがどういうようなメンバーで来るのか、あるいはどういうシステムで来るのかっていうのは全くわからないので、当日本当蓋を開けてみないとどういうふうになるのかはちょっと想像がつきません、ね、それでもまあ今トッサンが戦った2試合をしっかりと分析して、まず我々はできる範囲で準備をすること、まあ、一方で、ゲームが始まる中で相手の変化だとか、立ち位置というのをしっかり見て、我々はじゃあどういうふうにできるのかっていうのを試すいい機会だと思いますので、そのあたりはまあポジティブに捉えて、臨んでいきたいと思います。まあ、ルヴァンに関して言えば一昨年ベスト4まで行って、まあ、昨年はプレーオフで、悔しい思いを しましたけれども、まあ、実際そのプレーオフで勝った湘南がね最後タイトルを取っているので、やはり我々はカップ戦においては、タイトルを取る、優勝するというようなところが大きな目標になると思います。そのためにも、まあ、リーグ戦の合間で流れを変える、そういった意味も含めて非常に大事なゲームになると思いますので、チームの総力を結集して臨んでいきたいと思います。